わ、これは今までのトミカプレミアムの中では一番いい出来じゃないかな。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムスバル BRZ R&D スポーツです。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカプレミアムスバル BRZ R&D スポーツだね。新しく発売されたモデルです。で、ボディカラーはブルーのメタリックだね。近くまで寄るとこんな感じだね。すごく綺麗なカラーリングになってるね。で、フロント周りはこんな感じだね。スバルのロゴがプリントされてて、ここにもプラウドオブボクサーって小さくプリントされてるね。で、ヘッドライトはイエローの樹脂パーツだね。すごく綺麗な感じのヘッドライトになってます。で、スポイラーの部分は今回もカーボン調の加工がされてあるね。で、こういったグリル周りも綺麗に作られてます。で、ボンネットのところはこんな感じだね。さすがトミカプレミアムっていうだけあって、こういう部分の彫りも深くなってるね。で、フロントガラスのところもプリントがしっかりされてるね。で、ルーフの部分はスバル BRZ プリントがされてます。で、側面はこんな感じだね。この部分にもしっかりプリントがされてるね。 STI とか BRZ とか61番のゼッケンナンバーもプリントになってます。で、後ろの方はこんな感じだね。スバルのロゴとか STI とかゼッケンナンバーの61番もプリントになってます。で、リアのテールランプはレッドのクリアパーツなのかな。そこにシルバーの塗装がされてるね。で、ディフューザーの部分もしっかり作られてるね。で、運転席側はこんな感じだね。この部分が給油口になってるんだね。で、リアウィングの部分は樹脂パーツだね。でも今回は初めから設置されてたね。で、リアウィングの側面にも STI って今回はプリントされてて、上の方には STI パフォーマンスってプリントがされてます。で、内装の方もしっかり作られてるね。運転席は右ハンドルで、助手席は特にレースカーだから設置されてないんだね。で、側面を見るとこんな感じでガラスの部分にも加工がされてます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ホイールもしっかり作られてるね。かっこいいね。で、裏の方はスバル BRZ R&D スポーツ2018年のシャシーになってます。やっぱりレースカーらしく、このフロントのエアロの部分とかフェンダーの張り出しとかね、この辺すごくかっこいいね。で、リアの部分のこの辺りの作り込みもすごく細かくされてて、期待通りの出来だよね。通常版でこれだけの出来ってすごいよね。もう一回ぐるっと見てみようかな。フロントからサイドだね。で、上の部分もしっかり作られてるね。で、リアの部分もこんな感じでかっこいいね。はい、こんな感じでトミカプレミアム2台並べてみました。で、こっちが BRZ で、こっちが WRX だね。ボディカラーのブルーのメタリックはどちらも同じような色合いかな。で、正面から見るとこのボディのワイド感は BRZ の方が上だね。この WRX の方は62分の1で、こっちが60分の1のスケールだから、その差も少しあるのかな。で、後ろから見てみるとこんな感じだね。やっぱりボディのワイド感は BRZ の方があるかな。でも、どちらの作り込みもしっかりしてて魅力的だね。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージに BRZ のイラストがあって、側面はこんな感じだね。ここにスバルの承認を得て製造してますって書いてあるね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのスバル BRZ R&D スポーツを紹介しました。やっぱり期待した通りの出来だったね。で、通常版でこれだけ作り込まれてたら、トミカファンにとっても嬉しいね。
で隣に並べてるモデルはスバル WRX-STI-NBR チャレンジャーね。でこのモデルもすごく作り込みがしっかりされてて良かったよね。だけど今回の BRZ はそれ以上だよね。でこの WRX のモデルはリアのトランクの部分が別パーツになってたり、ヘッドライトもシルバーの塗装だね。だけど今回の BRZ はヘッドライトもリアのテールランプも樹脂パーツで、リアのトランクの部分もダイキャストで作られてたね。で価格はどちらも900円だったかな。こんな感じでどん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 良くなっていくと、次出てくるトミカプレミアムハードル上がってくるね。また期待して見ていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。